はい、皆さん、こんにちは。えー、2018年、えー、シンプルミニマム合格戦略のガイダンス始めてまいります。担当は、レック専任講師の寺西と申します。よろしくお願いいたします。で、お手元の方には、えー、4枚ものの、えー、ガイダンスの資料、えー、が、まあ、レジュメがあるかと思います。そちらの方、ご確認いただいて、お話し進めてまいります。レジュメ、こういうふうになっております。 はい、えーまあ、たちょっと大行にですね寺西流なんて言ってますがシンプルミニマムっていう、まあ、2018年から始まるいわゆる、えー、講座なんですねでこれのガイダンスということでお話をしてまいります、えー、まずはですね、まあ、今年必ず合格するための、まあ、合格点を取る学習法ということなんですねでまずはですね 託、えー、研試験は過去問と同論点の問題が多く出題されれば合格点が上がり少なければ合格点が下がるこういう試験です。で過去問を繰り返し学習することが合格への近道なんですね。ところが、まあ、講義に出席して知識を得たつもりでもう問題に取り組み始めた途端に高い壁を感じている方も少なくありません。そここででですねこのシンプルミニマムでは えまず何を覚え何を理解することがまあ合格に直結するのかまあえするのか次に問題をどう読み取り知識を当てはめ問題処理の手順を身につけるですね問題処理の手順を身につけるかを示し難問疑問に惑わされないレベルまで引き上げますそしてクロアス受講生のを合格までの最短ルートに えー、皆さんをまあことなんですね、まあえー、こういったことでまずはご挨拶という形でちょっと見ていただきました。で、えー、まずですね現在ののの試験の難易度ってていうのが出てまいりますでますずですねここで具体的に少しお話をしときたいとは思います。ということでまず現在の宅件試験の難易度なんですね。はいそれではちょっと見ていただいて、まあ、確かにですね難しくはなっております。 はい。で、まずですね、卓球試験。えー、50問4詞卓一の試験でしたよね。で、初めて、まあ、えー、卓球試験をこれからチャレンジなさる方っていうことであれば、まあ、50問4詞卓一っていうのは、4つの中から選んでください。正しいものを選べ、誤っているものを選べ。まあ、こういった試験だと思っていただければ結構ですね。で、単純正語問題が大体50問のうちの、 4つの中から正しいものを1つ選んでください、えー、誤っているものを1つ選んでくださいっていうのが単純正語問題ってやつなんですね。でこれが42、えー、問ぐらい出てくるとでそれに対してあとはですねまあ6問から8問ぐらい、えー、個数それから組み合わせまあ年によっては組み合わせ問題個数問題、まあ、正しいものまたは誤っているものがいくつあるのか。 それから、えー、正しいものまたは誤っているものの組み合わせの組み合わせ、まあ、こういったもの、えー、で大体、まあ、6問から8問、まあ、多い年9問という時もありましたがちょっとこれはイレギュラーだと思っていただいて、まあ、大体、まあ、4つの中から1つを選んでいただくっていう形式が、まあ、ほとんどだとでそれにプラス個数問題組み合わせ問題っていうのが出てくると思っていただいたらいいですね。で えー、まずはですね、うん、この点を一つ頭に置いとかれることで、えー、2018年度は、えー、試験はですね、うん、と10月の21日が予定されております正,正式発表は6月になります例年で、えーまあ、10月21日の試験なんですが、えー、申し込みがですね え本試験への受験申し込みが7月中ということですのでそれまでに必要なものを揃えていただいてまあお写真であったりですねそういったことですがこれはネットであったり、えー、またはえ簡易書留での郵送ということになりますが是非、えー、ここでしっかり覚えていただきたいのは7月に、えー、あくまで試験申し込みがあるということこれをしっかりと頭に置いとかれてください。試験日忘れる方10月21日の試験日を忘れる方っていないんですが。 えー、まあ毎年お一人ぐらいですね、えー、各レックの教室でも、えー、7月中の受験の申し込みを忘れてしまったっていう方も、えー、あるように聞いておりますですのでまず、えー、7月中に必ず7月中の消し印で申し込みをしなければならないでインターネットの方はもう少しですね、えー、と締め切りが早くなってだいたい7月の半ばぐらいだと。 考えて,いただいてくださいで7月の時にですね7月になりましたら、えー、その受験願書というのが、えー、配布されますので、まあ、それを受け取っていただいて中身をよく読んで、まあ、7月中に提出ということなんですね。はい、でじゃあ元に戻って、えー、現在の宅球試験の難易度ですね。まあ、2017年度試試験験一番近々の試験は、えーまあ 合格点数が50問で50点満点、えー、35点でしたそして、うん、と合格率が15.6%、えー、これでですね例年大体いいこの3年続けてですねえー、と前年2017年35点合格率15.4%、えー、まあこういったことでですねえー、まあ2017年はこういうことでしたで2016年 えー、こちらの方はですね2016年、えー、はこういったことで2015年ここがですね31点15.4%ですから合格点が動いてもそれ、えー、合格率あまり動かないということなんですねですからだいたい15%程度で近々では、まえー、推移していますだから2018年、えー、失礼2017年度試験ですね2017年度試験では まあ三十五点十五パーセント強ということですね。で、二千十六年も十五点四パーセント、十五パーセント強。だいたい十五パーセントぐらい上位十まあ十五パーセントぐらいに入っていただくっていうことになります。それから、えー、まあ他県試験のような国家資格も、まあ、登山と同じという表現をしました。まず最初にするべきは登るべき山の正確な標高ですね。いわゆる難易度。 特徴を知り正確な地図とコンパス、え教材ですねこれがね。で、まあ、あとはですね経験豊富なガイド、うん、これをご用意いただくこと。で登山をする際最初にもちろん山の高さを確認しますよね。それと同じです。例えば標高8 0 0メートルだと思って登山を始めてから思った以上に高いぞということになるとですねまあ最悪 まあ遭難。試験で言うと、まあ資格試験のチャレンジで言うと挫折してしまう。こういうことなんですね。はい。で、えー、まあご存知の方とも、方も多いと思いますが、えー、まあここのところはですね、他県試験。えー、問題の読み取り、問題のテーマが何を聞いているのか。これがですね、まあこの辺の お多年度受講生の増加等でだだんだん,だん,だん難易度が上が上っておりますねで、えー、あとはですね、うん、こういうことでまずは、えー、ご存知の方も多いと思いますが近年の達見試験は問題の読み取りの難化問題のテーマが何が効いているかなどを、えー、ということそれから多年度の受講生の増加多年度受講生というのは達見、えー、試験にもう数年チャレンジなさっている方もおられます。 はい。えー、それからですね、まあ、その人たちを含めた母数の中で、上位12から15%に入ることが、まあ、それほど容易でないことはご理解いただけるかと思います。でこの講座では、このような人たちとの勝負の中で、まあ、上位12から15%に入る効果的、合,まあ、合理的学習方法を具体的に提示したいと思います。はい。で、まずですね、うん、皆さんが一番、 えー、こういった立件試験の内容を、まあ、難易度等を聞かれるのが多いのは、まあ、ご友人うん友人であったりですねそれからあとはですね、うんそうですね会社の上司それから、えー、というようなところ勉強方法はどうしたらいいのか、ね、まずは通常こういった私どものレックのような予備校を使っていただかない場合は適まあえー 書店などで販売されているテキストであったりですね、まあ、教材であったり、それから周りの方のご意見、まあ、上司であったり友人であったりご親戚、まあ、こういった方、えー、同僚、こういった過去合格なさった方の情報というのが一番信頼できるかと思います。まあ、確かにそうなんですね。で、これが一番信頼できる情報だと言えます。で、まずですね、えっと世の中にですね。 えー、私なんかがまあ三年ほど前にですね、うん、この宅県試験を取った時は情報を得るのがなかなか大変な時代でした。で、今はですね、情報はまあ、えー、ネットなどで山ほど、うん、出てくるんですね、えー。例えば合格者でそういった、えー、どう,うですかね、まあ,あのブログなどを開いてる方、それからツイッターなどをやっている方もおられますし、それから各学校の講師さんで。 まあ、例えばですね、えー、ホームページこういったものをやってられる方もおられますでまずここでですねただその情報はですね、まあ、玉石根高だと私は思っておりますですのでまずその点も少し頭に置いとかれてください、ね、で一番、まあ、お友達とか、えー、ご友人、うんまあ、お友達ご友人上司ご親戚の方それからまあすでに過去に合格こういった方で過去に合格なさってる方々 こういった方のご意見聞くと思うんですね。で、まずね、えっと、合格という、合格なさった方が上司とかお友達とか同僚、こういった方でおられましたらね、まずね、合格した時の点数を聞いてみてください。で、えー、これはですね、なぜそういうことを言うかというと、えー、他県試験って4つの中から1つを選べっていうことなんですね。で、まずね、えっと、いつ合格なさったのか、 いつこれにチャレンジなさったのかそれから合格点これを聞いていただくっていう2点この2点は必ずちょっと確認をなさっていただきたいんですねっていうのがまずですねもう10年うんそうですねもっと近々で言うと67年前うん5年ぐらい以上前に合格なさった方の勉強方法はある意味少し厳しいかもしれませんそれから近3年えー、2017年2016年2015年 こういったところで合格なさっている方でしたら、合格点を聞いてみてください。で、例えば、えー、2017年、2016年、えー、2015年、まあこういったところでですね、例えば2016年に通ったよ。じゃこれはもう近,近々通ってられるので、まずこの3年から5年は、えー、レベルはほとんど変わっておりません、えー。宅建試験のレベルというのも変わっていません。 ただしもう10年15年前に通ったっていう方のお話でしたら果たして現在のレベルに合った学習方法かどうかは少し疑問が残ります。で、えー、今度はですね、うん、量であったり勉強方法これに少し疑問が残りますということなんですね。で、えー、近3年で通った方大体いいじゃあ2016年の例を取り上げると合格点35点なんですね。で、35点 の合格点で合格で36点37点ぐらいまでの方、はい、この方はですね、えー、少し問題のどういうんですかねうーんまあ聞き方が変わると下手をすると34点33点32点このぐらいで不合格だった可能性もあるんですよ。ですから、まあ、皆さんがこれから、えー、一から学習をなさっていく中でその学習方法として正しいかどうかは やはりこれもクエッションがつくかと思いますですから合格は合格なんですね。ただ達見試験っていうのは、えー、その合格点の前後、えー、353637これで、ま、2016年は合格してるわけですね。で343332ぐらいですかねこれで不合格なんです。ですから3点3点の合格点の35点36点37点の上3点と 下の3点ですねここら辺はねすぐ入れ替わった可能性があるんですというのは、宅見試験はもう一言で言うと、運に左右されます。まあもちろん一定量学習はなさってるんですね。ただ、運に左右されます。なぜかというと、宅見試験というのは先ほども申し上げたように4子択一なんですね。ということはですね、4つの中から1つを選んでくださいということなんです。で、答えが例えば4番だとします。 1> で1番 ×2 番 ×3 番×で4番が丸でこれが答えだってすると例えばですね1番 ×2 番も ×3 番も×ですねそうするとここがもう残ったもの丸なんですがこれを例えばこの丸がはっきりと選べなくて誤答してしまいました誤って答えてしまうと答えなくなるんですね。はいこれが一つ。とするとこの3つまでは×だと 思ったったということはかななり学習なさってるんですよ、まあ、時間でいうともう300時間以上達見試験に、まあ、で学習されてきたはずなんです。1、2、3ですねでそこでですね、えー、今度は4つ目も誤答したら何もやってないのと同じになるんです。ということは答えはどれかわからないわけですねこういった方がおられるということ。それからもう一つは答え4番。 ここ三角。一番三角。二番の選択肢も三角。三番の選択の足ですね。選択肢というのは。選択の足も三角。でもここだけは丸だと分かったって言っても一点なんですね。それから、四つとも全然わかりませんでしたって言うと得点にならないわけです。その問題に関しては。はい。四つの選択足、選択肢ですね。選択足が分からなければ答えにならない。で、これで一番ではない。二番でもない。 3番か4番どっちなんだけど4番が答えなんですけど3と選んでしまったらこれもゼロなんですね要するにその選択その問題1問に対して選択肢2つまで絞ったんですが間違ったということであればこれもゼロなんですよということは全然わかんない4つわかんない方もゼロですよねそれから2つまで絞って絶対この2つは違うってことを絞って残った2つで間違ってしまった この方も0点なんですその問題に関しては得点にはならないわけです。ということになるとかなり力の差はあるんですこれ。ですよね。はい。ということでね、えー、運に左右されがちっていうことです。でこの2つまで絞ったら0.5点上げるっていう試験ではないんですね択一っていうのはね。まあ1つ選べっていうことなので、まあ、どちらか結論出してそれが合わないと、まあ、答えは出せないわけなんです。 ですからそういった点もちょっと頭に置いてね学習方法を組み立てておいていただくことになるわけですはいそれでは、えー、具体的にシンプルミニマムですね、えーこえー、そこをどう解決していくかというご提案を、えー、プレゼンテーションしたいと思いますはいそれではデルトコーンパレード合格者はこう理解しこう解いたまあ講義はわかるけど問題が解けないここ数年間私の課題はこの声をどう解決していくかっていうことでした で、様々な試行錯誤。何度も行ったスタッフミーティングの結果としてですね、今回の講義で合格を目指される皆さんに向けて合格への具体的な学習方法を提示したいんです。ただ、ここはお時間の関係でですね、まあ、30分というお時間と紙面の関係で全部は載せられないので、その冒頭の部分だけ少しお話をしたいと思います。で、問題が解ける、えー、ということ。問題が解けるということは、得点ができる。 得点するということは合格ということになんですね。これはどういうことなのかというと、まあ私の場合、私はこう考えました。問題を解くためのポイントを覚え理解する。そして実際の問題でポイントを見つけ出し、まあ考え方を身につける。で、ポイント考え方に沿って丸か罰かを判断するっていうことなんですね。はい。で、そして様々な理由で、まあ受験者の方は、まあ1から3のどこかでつまずいていると感じました。 そこで解決策として私が出した結論、まあえー、は概略こういうことだと思っております。出題のポイントを極限まで絞ります。しかもどの知識をどのように覚えればいいのかまで講義内で覚えられるようにします。あくまで講義内でということなんですね。で、実際のポイントを見つけられるようにポイントを見つけ出すための過去問を分析、編集します。そしてですね、 ポイントを自分で抽出する、抽出してあるポイントから丸抜を判断するということができるように、過去問を分析、編集し、徹底的に皆さんに訓練、まあ、解いていただく。そしてそれに対して考え方。えー、まあ、こう、ここは覚えただけで解けますよね。で、万が一覚えた内容を忘れてしまったとしても、考え方でなんとか、えー、答えにたどり着く。まあ、こういった方法をお伝えしていきたいと思っております。で、 宅研試験、えー、考え方をちょっとお話ししておくとですね、えー、っとこういうことなんですね。でまずはです、えー、少しね、ここの下の余白に書きたいと思いますけど、全、ま、範囲、試験の全範囲、宅研試験の全範囲ですね、宅研試験の全範囲は、この黒で書いたところなんですが、 ここのうちのですね、全範囲100%のうちのこの20%。ここを学習をしっかりしていただくと、はい。80%の得点につながると考えてます。はい。で、まあ、当日ケアレスミスがある可能性もありますから、全、まあ、範囲100%。そうすると、ここの中をしっかりやっていただくと、 80%の得点につながっていくっていうことですね。全、まあ、範囲の20%。で、これがまあ過去問でよく出ていて、そしてですね、うん、繰り返し出題がされていて、合格者となった方の正答率がだい六十60%から70%以上の問題ということになります。で、よく、えー、まあ巷の本でですね、とか、 教材でででで書店で売っているものでものですね、まあ、近年はもう受験本ということであれば、えー、受験本ということであればね過去何年間で何回出ましたっていうことは、まあ、どほとんど99%どんんな本ででも書いてあると思うんですねただその中で何をやらなければならないのか何に特に時間をかけるべきなのかっていうところまでは書かれているものは多くないんです。 でレックのテキストであったり私がこれから皆さんにご提供させていただくシンプルミニマムでご提供させてい,くえさせていただくですね、えー、レジュメ等テキスト等ではですねそこのところまで踏み込んで皆さんとこの範囲を皆さんのために、まあ、この範囲を絞っていこうということなんです。ですから過去繰り返し出てるけれども全体的な正答率の低いものこういったものは えー、あまりお時間をかける必要はなないいととうことなんです、ねまあ例えばですね当権という課題があるんですね、まあ、これは金融機関などでお金を借りてお金を借りる際にですねもし返せなくなった時のためにお金を貸した側の金融機関がですね、まあ、その土地とかその方のお金を借りた方の土地とか建物等を、まあ、担保いわゆる万が一お金返さなかったらその土地または建物など。 こういったものを売り払って競売っていうんですけど裁判所にお願いして売り払ってお金に換える、まあ、こんなことだと概略を持っていただければいいですでここのことを、まあ、その権利の中の一つに定当権という権利がございますでこの定当権じゃあまあほぼえー、毎年出てくるものなんですねじゃどこが出てくるのかっていうことなんですでそこの中で合格なさった方が例年高い 正当率を出すもの。そこにやっぱり着目していただきたいんですね。はい。で、それは、まず、定当権の性質であったり、効力の及ぶ範囲。これが一つ目です。はい。定当権の性質。はい。債権が消滅すれば、定当権も自動的に消滅するであるであったりですね。まあ、えー、あとは、定当権の効力の及ぶ範囲。それから、法定地条件。一括競売それから、賃借人。 えー、定当権の後からその土地とか建物を借りた方はどういうふうな、ま、ことになるのかこの4点ぐらいが大体合格者の方が、まあ、70%80% という正答率を取ってこられるものででそれ以外のことがちょっと細かく出ると例えば定当権の順位変更それから定当権の順位の上とこういったことの、うん、例えばですね うーん配当こんなことが出てくるともう正当率ガクッと下がるんですですからこの辺りにあまり踏み込まずに、えー、全く踏み込まずにですね絞り込むだけ絞り込んでそこを100%にしとくとでもし万が一そういったところが出たとしても、えー、他の方もできませんので合格合否には影響しないそれから値てい統計も基本 の部分だけきちっとやっておけばあとは細かく難しい点になるとだいたい合格者の正答率が30%ぐらいになりますはいそうするとほとんどここで合否はまあには影響しないということになるんですねですからそういったところの絞り込みということなんですはいそれでは今度はですね、えー、3ページ見ていただいてはい、えー、学習の前提として実践的な手法の提案まずね心得ておくこと一つね はい、学習と同時に過去問演習を並行することです。で、私はかれこれ3年30年以上講師をやっていますが、初学者の人に多いのがある程度講義を受け、知識が完成するまでは過去問演習を行わないというスタイルです。初めて法律の学習をするのですから、ある程度知識を入れてからでないと、過去問演習の意味がないのではないかっていうことでしょう。はい。で。 まずですねうーんこのスタイルはですね一見正しいようですが、えー、しかしもしあなたが3年かけて合格しようという目標を立てているのではなく1年で合格する、はい、と決めているのであれば、まあ、2018年度に合格しようと考えているのであればこのスタイルは完全に間違っていると考えています。で1年で合格するなら講義と並行して過去問演習をしていくしかないっていうんです。実際例年の合格者も 講義を受けてすぐに過去問演習をするとテキストの理解が深まった過去問演習をすると重要部分がすぐに分かったという感想を寄せてくれていますはいおおむね同時並行のモニットはこの2つの意見に修練されると思いますはいで達見試験に合格しない原因は次の2つのどちらかなんですやらなかったかやり方が間違っていたはいでやらなかった人なんているのっていうのは これね、過去問ということなんですね。はい。では、何のやり方が間違えているかっていう答えは過去問なんです。ね、で、あなたの勉強方法は大丈夫でしょうか ?10 年続けても合格しないやり方。まあちょっと極端な言い方で書いて、えー、ご無礼があったらお詫びいたしますが、えー、10年続けても合格しないやり方。テキストですね。これを通読、熟読します。そして100、100%の理解を目指すと。 で、図にするとこのようなイメージです。知識を得る、ね。勉強開始から知識を得る。で、10月ぐらいになってですね、えー、問題演習をやる。ね、まあ、どこからスタートされてるかはわかりませんが、こういったことですよね。そうするとね、これね、過去問演習の時間が少なすぎるんです。それからもう少し9月とか8月から始められたとしても、例えば1月から勉強スタート。例えば4月から勉強スタート。 そうするとだいたい6ヶ月を真っ二つに割ります。例えば4月からスタートされるとえー、6ヶ月ですね。1月からスタートされると真っ二つ。ね、割ると今度はまた、えー、3ヶ月ずつに分けられる。そうするとですね、3ヶ月前にやったことは覚えてないわけなんですよ。そうすると問題演習で行き詰まる、問題演習でまた1からみたいな、えー、本を確認。 いうことになると合理的ではないと考えております。はい。そして4ページですね。今度は。で4ページの方を見ていただくと、よろしいんですが、4ページです。はい。で、では合格に直結する考え方はどういうことなのかっていうと、はい。では合格に直結した勉強方法とは、えー、まあ、学習会指示は出るところを分かりやすく、問題演習は基本を固めることに徹します。 で勉強が進むにつれて問題演習のアウトプットの時間を増や,せて増やしていく、もうこれがレックの、まあ、特に特徴なんですね。でそこをより、よりです、ねえーまあ、強くやっていこうというのがシンプルミニマムの、まあ、講義の、まあ、全体像だと思っていただいたら結構です。もちろん基礎からです、ね、しっかりと知識を入れてはいただきます。 ただしそこはがっちり絞り込んでありますのでそこのところはお任せください。はい。で、最後にシンプルミニマム講義の特徴のまとめ最小限の努力で最大限の成果を生み出す方法はあります。それを徹底的に伝授過去問のやり方使い方を丁寧に指導いたします。ですのでこのことを少しね、えー、しっかり考えていただきたいと思うんです。はい。よろしいでしょうかね。 ははい、それでは最後にですね、えーまあ、お時間も迫ってまいりましたので最後に、えー、一つ、うん、お話をしときたいのは、えー、そうですねまずですね分かってるそれから知っているっていう方は多いんですね。ただそれを問題を解いて問題を解いて得点にするっていうことの間にはね大きな狭間があるんですよ。でそこにはまり込んでもがいてる方が多いです。 ですから知っているけども分かっているけども問題になると解けないんだここを解決するのを大きな目的としてですね、えー、この「シンプルミニマム」という講座を、ま、企画させていただきましたぜひですねそこのところを頭に置いて、えー、ぜひご参加いただければいいと思いますでまだ、まあ、そうは言うけども基礎的なものはどういうふうにがっちり絞ってがっちり教えてくれるの それから問題の解き方はどうなの、まあ、こういったことはですね、ぜひ、えっと、体験受講が、まあ、種々ありますので、そちらの方、しっかり、まあ、一度池袋校ですね、レック池袋校の方においでいただきまして、えー、少し私の講義体験受講をぜひしていただけたらと思います。はいということで、えー、寺西流シンプルミニマム合格戦略の前貌、今年必ず合格するために合格点を取る学,取る学習法というテーマで、まあ、今回お話しさせていただきました。 担当はレックス専任講師の寺西でした。どうもお疲れ様でした。